こんにちは、ようこです。今週はですね、土曜日の朝から中央競馬をやって、夕方からは万英競馬、そして夜にドバイの競馬、日曜日の朝からは中央競馬をやって、夕方に佐賀競馬、そして夜は高知競馬をやると、なんと34時間競馬漬けになれるというハードな週末ですね。まあそこまでやると間違いなくお財布が持たないんですけれどね。余談は置いておきまして、今回は今年の海外馬券第1弾、ドバイワールドカップデーの3つのレースの予想をしたいと思います。さすがに1つずつで動画を作ろうと思ったんですが、それはちょっとどうかなと思いましたので、3つまとめてこちらの動画で予想をしていきたいと思います。まずは土曜深夜24時30分発送予定の第7競争ドバイターフの予想です。それではデータと気になる馬をどうぞご覧ください。2010年から現在の条件で施行されたので、2010年からのデータを中心に予想していきます。勝ち馬はイギリスの馬が2勝、 UAE の馬が2勝、日本馬が2勝しています。今年は出ていない南アフリカ調教馬が5年連続で馬券に絡んだりしていますが、今のところ日本馬が2年続けて馬券に絡んだことはありません。また牝馬か戦馬が7年続けて馬券に絡んでいて、2頭絡む年もあります。しかし日本の牝馬は馬券になったことはなく、有力馬はドバイシーマクラシックに回ることが多くて、日本馬の2勝はリアルスティールとジャスタウェイと2頭とも5馬が勝っています。そして気になる馬ですが、今回はデータというよりも力関係を見て軸馬を決めてみました。本命はイギリスのレーティング122でトップの馬、リブチェスターです。普段はマイルで主役を張っているこの馬ですが、距離延長や左回りにもこのコースで練習しているから大丈夫とビュイック騎手は自信を見せています。 G1 で副賞券を未だに外していない安定感も魅力ですね。そしてもう一頭の一押しは、こちらが一番人気になるであろうザラックです。凱旋門賞の時の動画でご紹介した強豪馬アルマンゾールを物差しにすると、この馬は凱旋門賞馬ファウンドと接戦を演じているので、単純に考えると凱旋門賞馬に近い実力を持っているかもしれません。前哨戦もドバイで快勝していますし、ひょっとしたら力の違いを見せつけられるかもしれませんね。それでは買い目です。まずは運試し、一押し2頭から馬連で買ってみたいと思います。あえて1番2番の組み合わせは買わない変則馬券です。内枠同士で決まったことは今まで一度もありませんので、展開頼みですけれど、このように組み合わせました。レーティングが低いとはいえ、外のオブライエン厩舎3頭がなんだかとても不気味。ドービルだけは抑えておこうと思います。続いては、深夜25時5分に発送予定の第8競争、ドバイシーマクラシックの予想です。それではデータと気になる馬をどうぞご覧ください。こちらも2010年から現在の条件で施行されたので、2010年からのデータを中心に予想していきます。まず目立つのは出走頭数に対して牝馬がかなり頑張っており、13頭中7頭も馬券に絡んでいます。また日本馬が4年続けて馬券に絡んでいます。日本からはサウンズオブアースが出走しますが、この記録をつなぐことができるのでしょうか。注目しておきたいですね。
さて、このレースの本命はポストポンドと大いに悩むところですが、ハイランドリールです。ジェンソンのホークオーバーズでは里のクラウンに負けてしまいましたが、後続を引き離して強い競馬を見せてくれました。それに5歳馬は4歳や6歳と比べたら成績も良いということ。あとは鞍上がジェンティルドンナをワープさせたムーア騎手ということで、どうしても最後は鞍上の腕に期待してしまいます。あとは牝馬のセブンスヘブン、そしてサウンズオブアースも押さえておきたいですね。それでは買い目です。3連単7等ボックスで買えば絶対当たるっていうことを先週も言ってたような気がします。冗談はさておき、地方競馬のようにとにかく絞らなくてはなりません。ハイランドリールかポストボンとか、この2頭がやっぱり抜けてそうですね。この買い目で勝負したいと思います。最後に深夜25時45分発送予定の第9競争ドバイワールドカップの予想です。それではデータと気になる馬をどうぞご覧ください。2015年から現在の条件になりましたので、あくまで参考データとしてご紹介します。勝ち馬はアメリカの馬が5勝して、 UAE の馬が2勝しています。そして勝ち馬のうち6頭が前年出走したリピーターですが、連覇というのはなかなか難しいようです。馬券の傾向ですが、単勝10倍以上の馬がなんと6勝しており、ここ2年は1番人気が馬券に絡んでいますが、その前の3年は3着にも入れずに惨敗。調べる範囲では5番人気以内で決着したことは最近ではありませんでした。さて、データが霞むような世界ランキング1位の馬がここに登場してきます。アロゲートです。デビュー戦以外は快勝ですが、中でも伝説なのはデビュー5戦目の G1 はなんと2着馬に13馬身半差をつけての圧勝。テレビゲームじゃないかと疑いたくなるような着差で勝ちました。ブックメーカーも軒並み 1.2 倍から 1.3 倍の単勝オッズをつけるなど、勝ち負けというよりどれだけ差をつけて勝つのかを見るレースなのかもしれません。買い目に本当に困ったら副賞 1.1 倍をおとなしく狙った方がいいかもしれませんね。それでは買い目です。アロゲートからこのように買いたいと思います。とにかくこのレースは先行しないとかなり厳しいようですので、先行力のありそうな馬を並べてみました。オッズが低そうですけれど、なんとかプラスにしたいですね。来週は新しい G1 大阪杯です。来週もしっかりみっちり分析したいので、しっかりと予習できる展望動画を作れたらなと思っています。それでは桜の花のように皆様の的中馬券が満開になりますように、チャンネル登録やコメントで応援をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。